日向市駅祭り会場一途日光ひょっとこ夏祭りは毎年8月上旬に宮崎県日向市で開催される夏祭りである。明治時代末期に日向市潮見の長田地区で考案された長田のひょっとこ踊りを伝統芸能として保存し、全国的に PR するために始められた祭り。1984年より毎年開催しており、本祭りに ひなた市の中心市街地で行われるひょっとこ踊りパレードには全国各地より2000人を超える踊り愛好家が集まり会場が赤い着物の色で真っ赤に染まる。前夜祭りではひょっとこ踊り個人戦が開かれ踊りのキャラクターである狐おかめカメ、ひょっとこ及びキッズ部門において踊り技能を競う全国大会が行われている。毎年祭り規模が増加し、 近年観客数は7万人以上に達しているため、宮崎県を代表する夏祭りになっている。市民により運営されている祭りが、交流人口の増大を促し、地域活性化に寄与していることから、2018年に一般財団法人地域活性化センターが表彰する第22回ふるさとイベント大賞の優秀賞を受賞した。1984年に、 地元新聞社が主催した日向青年会議所との懇談会において市民に親しまれた日向市の伝統的な郷土芸能、ひょっとこ踊りを四国の泡踊りに匹敵する全国的な踊りにしたいという意見が上がった。その意見を具現化するために市民団体である21世紀を考える会が日向市、地元企業の協力により1984年に 1> 第1回ひなたひょっとこ夏祭りを開催した。本祭りパレード参加者数と連数あたり祭りは原則毎年開催されているが年々踊り手が増加しており、第1回の祭りでは約400人だった参加者が2018年に行われた第35回の祭りでは約5倍の2216人が参加するほど祭り規模が拡大している。参加者は主に メインイベントである、中心市街地での踊りパレードに参加するが、その一部は前夜祭りにおいて、個人戦に参加し、狐、おかめ、ひょっとこの3種目とキッズ部門において、全国一を目指し踊り技能を競い合う。祭り規模拡大の要因としては、お面をかぶり滑稽な仕草をする踊り自体の魅力が、東祭りや、立花ひょっとこ踊り保存会の県内外での、 PR 活動を通じて全国に広まったことが大きい。特に福岡県や北海道では、ひょっとこ踊りの団体による演技披露が活発であり、20年以上活動している愛好会や祭りの参加者が毎年50名を超える愛好会も存在する。保存会演舞の様子ひょっとこ踊りを考案したのは、明治時代末期に宮崎県日向市潮見の永田地区で、 眼界を開業していた、立花の君行きである。ひょっとこ踊りは、立花の君行きが、長田地区に伝わる物語と江戸の里神楽らに着想を得て、身内の祝いの場で披露していた踊りを豊作と、子孫繁栄を祈願する芸能として、長田地区の青年たちに伝えたのが始まりである。当初、立花踊りや、ピーヒョロ踊りなど、考案車やお囃子の音を想起する名称があった。 現在祭りにおいては、日向ひょっとこ踊りと表現し、その源流である長田のひょっとこ踊りが伝統芸能として保存されている。長田のひょっとこ踊りは、1907年に日向市潮海の栗尾神社の大祭で、初めて地区民により踊りが披露され、その後伝統芸能の保存と継承を目的に、地元有志による保存会が設立された。 公安社の立花の君幸の名前にちなんで、立花ひょっとこ踊り保存会として、現在も活動を続けている。立花ひょっとこ踊り保存会では、毎年2月の初馬の日に、伝統芸能に基づいた祭事として、初馬祭りを行っている。日向ひょっとこ夏祭りの開催や、保存会の活動を通して、全国に踊りが広まった結果、踊り自体を極端にアレンジしたり、 日向市街において本家を名乗る者が出てきた。この弊害に対して正当な里神楽の系列に属する日向市の民族芸能であることを周知し、日向ひょっとこ踊りの源流である伝統芸能を長く保存するために、長田のひょっとこ踊りは1992年に日向市の無形民族文化財に指定された。お囃子に合わせて狐、おかめ、ひょっとこ、 村の若い種の順に登場し、それぞれ決まった仕草を繰り返しながら練り歩く。演技の基本となるのは、足と手の動きで、片方の足を前に突き出し、同じ側の手を前にまっすぐ伸ばし、反対の手は甲を前に向け顔の横に持ってくるという、動きを交互に繰り返すことで前に踊り歩くことができる。一連の動きの中でお囃子に合わせて顔や腰を、 動かす仕草が踊りのダイナミクスを強める要素となっている。それぞれの面の踊りの特徴と着用衣装については以下の通り、前期した踊り順とそれぞれの仕草にはひょっとこ物語としての意味があり、踊りの指標となっている。ひょっとこ物語の概要は下記の通り。また、日向市、潮海の長田地区ではこの物語に加えて、 稲荷神社の由緒に触れる物語も存在する。長谷岡目という村一番の美しい娘と兵、助という若者の夫婦が住んでいた。小宝に恵まれなかったために、村の稲荷神社に、毎朝願掛けを行い、豆ん飯を奉納していたが、ある日腹をすかせた勘主がそれを食べてしまう。勘主を怒ろうと狐の姿で現世に現れた、お稲荷さんが、岡目に一目ぼれしてしまう。 連れて行こうとする、お稲荷さんとついて行く丘め、すけと村人たちがそれを引き止めようと飛び出した。てんてこてんてんてこてん、てんてこてんてこてんてこてんというフレーズが繰り返し演奏される。立花ひょっとこ踊り保存会には、笛、金、太鼓の演奏者がおり、出演の際には演奏を行う。他の神楽にもよく見られる傾向ではあるが、お囃子の演奏にあたり、 楽譜などは存在せず、会員同士の苦伝により引き継がれているため、保存会以外の日向ひょっとこ踊り愛好家は、演舞の練習に保存会が発行している CD を音源として活用している状況である。また、日向市を代表する曲として、JR 日向市駅の接近メロディーとして使われている。前夜、祭り会場の様子本、祭り会場上空からの撮影近年、 本祭りの開催日は8月第1土曜日となっており、メインイベントである日向ひょっとこおどりパレードが行われる。前日には前夜祭りとして日向ひょっとこおどり個人戦が開催されている。また、毎年3月頃には実行委員会主催による踊り愛好家の交流を目的とした日向ひょっとこおどり講習会、交流会が企画されている。宮崎県日向市で開催される。 祭り会場は、日向市駅東口にある、日向市駅前交流広場、日向の森及び、中心市街地となる。過去には、他の施設、会場で行われてきたが、参加者数増加による影響で、会場として広く使える、現在の場所になった。前夜祭りの個人戦では、踊りの完成度を審査し、狐、おかめ、ひょっとこの踊り別に表彰を行っている。 踊りパレードでは優勝の位置づけとなる、ひょっとこ大賞に続き、金賞、銀賞、には可憐最優秀賞、踊り子大賞、公的機関の長による特別賞が用意されている。また、個人戦については、各部門ごとに1位から3位を表彰している。北は北海道、南は沖縄まで全国各地から毎年2000人を超える参加者が、 それぞれの地域で団体を結成して参加している。参加連は、阿波踊りの文化から派生している表現で、踊り子グループのことを言う。日向市内の参加連には、地元企業や小学校などの教育機関、医療福祉施設からの参加が目立ち、地域貢献や地域教育などの狙いで参加している村地が多い。これに対し、日向市外からの参加連は踊り愛好家個人や、 住民組織の集まりが多く、テーマ型コミュニティとしての機能を備えている。なお、個人で参加する踊り手は、にわかれんとして参加することができる。現在、ひなた市主催のもと、ひなたひょっと小夏祭り実行委員会が主幹組織として祭りを開催している。実行委員会は、ひなた市民を中心に構成されており、自主的な民間ボランティア組織として、 祭りの計画策定や会場運営などの活動をしている。また、祭り開催にあたり、地元企業や地域組織からの資金協力や運営への協力が行われている。さらに、地元高校生が祭り準備に加わり、祭り当日もボランティア活動に参加し、全国各地の踊り手と交流している。お面の滑稽な表情とリズミカルな動きが、 踊り手と観客を楽しませるところが、ひなたひょっとこ踊りの魅力として挙げられる。特に夏祭りのメインイベントであるパレードにおいては、沿道の観客と踊り手の距離が近く、双方がコミュニケーションしやすいところが、祭りの醍醐味で、観客は気に入った踊り手に対して、踊り子メダルをかけるという企画もあり、踊り手も観客も一緒に盛り上がることのできる環境が、 祭り自体の規模を増大させた一つの要因となっている。また、踊り自体が全国各地で活動する参加連によって広まり、踊り人口が増えたことも要因として挙げられる。全校にある通り毎年参加者及び観客が増加しているため市内の宿泊施設が満室となり、祭り当日は市内での宿泊が難しい状況になっている。 市内に泊まることができない参加者や観客は宮崎市や延岡市に滞在している状況である。対策としては宿泊施設の誘致などがあるが、宿泊施設が不足するのは祭り前日及び当日のため、経営的視点から実現が難しい。そこで民泊などの制度の活用や他地域の観光及び宿泊施設との連携が現実的な対処法である。参加連には、 それぞれの地域で貢献活動を行っている団体がある。貢献内容としては、老人ホームや福祉施設への慰問活動などがあり、地域の祭りの中で日向ひょっとこ踊りを基礎とした演技披露を行う団体もある。また、団体の構成員自体もひょっとこ踊りの披露を通じて生きがいの喪失や体力向上を行っている。 踊りが健康にもたらす医学的根拠については高校で紹介する。ひょっとこ踊りを医学的検知から分析した研究の代表例として九州看護福祉大学リハビリテーション科の川又三清教授によるが挙げられる。この研究は熊本県名護美町から委託されて行われたものである。なお、調査対象となった団体は過去祭りに参加した村寺であり、祭りで 披露されている、ひなたひょっとこう踊り自体が研究の対象になっている。研究の用紙については次の通り。以上のように、ひょっとこう踊りは、心身ともに好影響があるという研究である。これらの影響は、踊り愛好家が、普段の演技披露の中で恩恵を受けており、医学的検知からしても踊り、自体が健康増進につながっている。参加連数及び、 参加人数の詳細については、祭り規模の拡大を参照踊りの誕生については、複数の説があり、こちらでは諸説かいつまんだ由来を記している。そのため、詳細については執筆していない。出典及び参考文献をそれぞれ参照して、各自ご判断していただきたい。こちらの名称は、無形民族文化財としてのもので、保存会が継承している踊りの呼び名は、 元踊りと表現される。村の若い種がする特徴的な仕草は主に保存会が取り行う神事の際に踊られている。日向ひょっと小夏祭りにおいては狐、おかめ、ひょっとこの三つの踊りが披露される。ありがとうございます。